くぜ。あんた一人か。ああ、組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を始末する。堂島組、お前らをぶっ殺すの。そうかな。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえあれや、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺と決着つけさせてもらいます。言うね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。
兄貴。なんとなく俺にはわかる。風間の頭はその封印を解いちまう。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教連に逃げ切り、そこに奴が渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を出せるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まあ、あいつは日教連に女を囲わせて。なんだと。女も世良もおめえも、そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キル錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜキル。分かってんだろうな、キリュウ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込むとしてる。風間の頭が止めたその道を、ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。